駅まち英語。今回は植竹くんと一緒に延岡駅前にあるこちらの西口街区ビルにやってきました、はいはい、今回はですねこちらの1階にワイワイテレビの新施設ワイワイキレラボがまもなくオープンするんです。いや、いよいよですね、はい、非常に楽しみです。そうですね、はい、ということで今回はこちらのワイワイプレイラボを紹介します。さあこちらがワイワイプレイラボとなっています、はい、この新施設はですね最新のテクノロジーと、はい、動画エンターテインメントで遊べる学べる発信交流できるオープンスペースとなっているわけなんですね。で私たちがいるこの場所は、はい、オープンラボ多目的スペースとなっております。非常に広い空間ですよね。やはりこのスペースに入って一番目につくのは何といってもこちらの大画面ではないでしょうか、はい、すごいですね映画館みたいですね圧倒されますよね、はい、気軽に立ち寄れる屋内公園のようなこの空間、待ち合わせやちょっとしたワークスペース、コミュニケーションスペースとしてなど様々な用途で自由にご利用いただけます。本当にこのオープンラボ広いですよね、うん、そうですね、はい、でこの広いスペースを利用して、はい、私がつけているこちら MR 技術を使った施設紹介を楽しむこともできるんです、はいはい、では実際に体験してみましょう、はいはい、ゴーグルを装着して、あ、アリスがいる。そう、この施設紹介はアリスが紹介してくれるんですよ。では一つお願いします。あ、アリスがすごい私の今目の前を歩いてここ来てくださいって紹介してくれてます。お、はい、あ、今この場所に来て説明してくれてますよ。おお、いや、すごいです。あのアリスも立体的なんで、はい、本当にアリスが紹介してくれてるのが分かりやすくていいですね。さあ続いて私たちがいるエリアは、はい、アミューズラボとなっています、はい、こちらでは最新テクノロジーが体験できます。まず私たちの後ろにあるのが、はい、VR プラス MX4D というコンテンツでして、よく映画館にある体験型シート MX4D と、はい、360度見渡すことができる VR が合体した超超没入型のアトラクションとなっております、はい、ということで今回は実際に体験してみたいと思います。では私たちもゴーグルを装着しました、はい、今回体験するのは逆バンジーです。逆バンジー、はい、さあどんなものなんでしょうか。ではお願いします。じゃあスタートします。いや、ちょっと不安で、おお、すごい高い。おおいかがでしたでしょうか。いや、ちょっと忙しいですねでも本当に自分が実際に空を飛んでるじゃないですか、うん、いろんな場所に行ってる感覚がすごかったです。続いての体験するものは、はい、こちらのチームラボのコンテンツである小人が住まう黒板です、はい、さあじゃあ実際にもやってみましょうか。あ、いいんですね。はい、はい、いいですよ。こちらにですね、はい、黒板の画面が2つありまして、はい、なんとこれ指で描けるんですよ、はい、こううわーっていうと、ここに小人さんたちがこう、わかります、こう登ってきてくれたりするんですよ。あとこの雨もの雲も触れたり、はい、このシャボン玉もポンってするとこう割れて小人さんが持ってくれるんですね。こういうふうに本当自由な発想でいろいろできるっていうのは楽しいですね。さあ続いての部屋はですね、はい、九州初のコンテンツということで、おー、ワープスクエアというものです、はい、
こちらはですね、壁いっぱいに映像を投影させて、はい、このお部屋全部を仮想空間にするというものなんですね。使い方は簡単。2本の専用機器を操作して、映像上の地球を回転させ、訪れたいスポットを選択します。今回はペルーにある世界遺産、マチュピチュを疑似体験することにしました。おお、すごい。多分本来はこの近さで多分見られるんですか？私世界遺産行ったことないからですよ。で、この棒を左右に動かしていくと、はい、こうぐるっと一周するので、方向転換できるんですね。そうなんですよ。ここにいれば最近なかなか旅行にも行けないっていう人も、はい、海外旅行をした気分にもなれますので、九州初の仮想空間をぜひ楽しんでください。はい、いやー、いろんな体験ができました、はい、楽しかった楽しかったです ね, ですね、はい、さあということで今回はこの今いるオープンラボ、はい、多目的スペースとアミューズラボを紹介しました、うん、はい、あの逆バンジーもそうですし、うん、このご時世なかなかこう旅行に行けない中で、うん、いろんなところにこう行ける、うん、いやあれも非常に楽しかったです。そうですよね、はい、実はこのワイワイプレイラボ4つのエリアに分かれていまして、はい、まだまだ紹介しきれてない場所があるんです。ということで次回はその場所をまた2人で紹介していきますので、はい、ご覧ください。ではあの言葉いきましょうか、はい、はい、ではいきます。駅町へゴー。